なおチャンネル。はい、ということで今回はチャーリーのクラブセッティングを紹介したいと思います。ということでまずドライバー。ドライバー何すかそれ。これはねロッディオ。何やそれ。ロッディオっていう、ジクラブらしいんです。あ、ジクラブ、こうか。おお、これがあロッディオのあるかな。なんかステルスみたいな雰囲気な。詳しくは分からない。シャフト何それ。なんちゃらマックス、ディラマックス5の S? ちょっとわかんないですけど、なんかかっこいい。なんかかっこいい。ちょっとまた調べておきます。これ何やと思うんですか。これでもう267。おー、いきますねぐらいと。はい、そうですか。いいですね。このクラブいます、うん、今一番好きなのが。どんどんいきましょう。何それ。これそれ何。4番ユーティリティです。4U シム、シムマックスか。なんかシムマックス 4U。 クラブも詳しく知らないんですよね。何ヤード。これで210。あとは同じシムマックス全部3バウンド5バウンド。シムマックスなのかな。シムマックスやな、多分マックス。シムマックスやな。シムマックス D か。多分シムマックスの D、 ちょっと捕まるやつですね。それが230で5番も一緒やな。多分5番は27じゃん。いや、負けてきちゃえる。まあシムが好きなんですね。ドライバーだけシムじゃねえ。シムがめっちゃ打ちやすいんだ。もう音もええもんな。すごい、なんか柔らかいんですよ。今隣につきもおるんですけど、シム使ってますんで。これで今日は80目指して。そうか。あ、ごめん、アイアンは。アイアンなんな。4番から何番。4番ピッチングから4番まであるんかな。スリクソン。スリクソンの Z4 自動。おお、なんかマッスルバックっぽいようなやつ使ってますね。難しそうな。これはなんか、ね、薄くてもうプロ仕様やな。で、それがごめん、ピッチングが何やと思う。ピッチングが130とそっから10ヤード刻みぐらい。4番ぐらいまでよう飛ぶな。で、あとはウェッジか。ウェッジがこれは何な。タイトリストの冒険かなんかだな。タイトリストの冒険かな。58-52度日本体制ですか。58が100ヤードぐらい。いや、そんないかないですか。じゃあ90ぐらいか。そうです、ね、90-100ぐらい。そうかの14本かな。分からんけど14です、うん、何このキャディバッグ。寝る。え、ちょっと待って、これアスカラングレーだね、これ。何これ、こんなある。かっこええ。2号機です。2号機じゃが、俺初号機ほええわ。やっぱいける。こんなあるんだ、すげえ。エヴァンゲリオンの2号機モデル、かっこいい。そうか、ここ引いてください。それはあの、そういうことな。そこ引いたらな、当たりやろ。言うんだな。 OK。 ということでチャーリーのクラブセッティングでしたね、はい、ということで今回の動画は以上です。それでは、さよなら。行ってみよう。ここいらんけどな。あいにくの雨の中、親子で乗り込んだのは広島県のゴルフ場であった。このコースは前から行ってみたいコースの一つで、景色がとても綺麗で最高のコースである。弟が新しいドライバーを買ったということで、それを使用してのラウンドに挑戦したが、ドライバーを安定させスコアアップにつなげることができるのだろうか。次回、瀬戸内ゴルフリゾート。さーて、この次も YouTube アップアップ。チャンネル登録よろしくお願いします。